マンデージャポン。はい、爆笑問題元放送作家安子千です。今日突っ込みですね。突っ込みです。そうそうそう。そして、お隣は、はい、大川隆法の元息子の広志です。広志さんです。はい。そしてそのお隣は、上位文弘です。よろしくお願いします。ちょっと今日は声を枯らしてます。光の輪の代表で、はい、はい、はい。でそのお隣の方は、横浜で牧師をしてます、中川と申します。よろしく。牧師の中川さんということですね。よろしくお願いします。まあ本当はですね、まあ、みんな宗教ということでそっちの話に入りたいんですけども、ちょっとその前にですね、ちょっとやっぱ触れとかなくちゃならない隣の方の話題がありましてですね、はい、あの政治家女子48党とかいうのは女優さん中川さんはご存知ですか？あの僕はあの横浜減税会っていうね、減税会の代表してるんですけど、はい、この前大津さんが来てくれてましたね。で来て、それで、うん、なんか横であの減税について勉強してたんですけど、はい、僕はあの広瀬さんのちょっと動画を見てちらっと見てたんで、はい、ここは話しかけないとおこうと思ってすいません、いい機会を逃してしまいました。あ、はい、それ広瀬さんと今後もこういうあれだかもしあれだろうしみたいな、そういうことでって、まあなんかよく分かんなかったんですね。下手に触ったら焼けたそうみたいな、分かんないです時期としてはいつぐらい？あ、この前、5月の24日5月の24日、あ、でも、でもまだ、あ、6月は、ごめんなさい、6月6月24日、あ、本当につい最近ですね。1週間、2週間前ぐらいですね。そうです、うん、で、なるほど。で、実際どうなんですか、広志さんの口からその、そちら関係のことを言うとすると、今日現在前回はどんな段階でしたっけ？前回は蓮見さんの時でしたっけ？そう、蓮見さんの時。前回はここでお話しした、はい、もう本当ここの収録が終わった30秒後ぐらいに広さんのライブ動画が上がって、それを見たら、あの、そうですね、秘書を辞める寸前でしたね。そうそうそう、であの、撮影した時にもう電話めっちゃかかってきて、そうもう、はい、で、広さんとしては言いたいけど言えないことだらけで何も言えませんっていう状態 で、そでそのこの前その蓮見さんと長井秀和さんと撮影、はい、した直後に、はい、まあ一応秘書を辞めるということになったのが前回の撮影でした、ね。そうなんです。そこまでだからそうです、要するに収録した内容と真逆の話みたいになっちゃったんですけれども、まあそれからまたさらに1ヶ月経ちましたよ。あ、そう、1ヶ月経つ。そうそう、はい、でまあね、その辞めると言った日からこの1ヶ月で、まあ、YouTube 内容を見てると、うん、広瀬さんのこう、なんですか、はい、あれも変わってきてますよね、うん、向き合い方というか。というより、はい、今あのちょっと再刑事告訴してるんで、はい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 、まあ、あんまり言えないんですけど、はい、まあ、ちょっとその、ね、大津さんの部下の方が、まあ、その自宅、あと僕の家のに家の前まで来て、自宅前外線をやるぞみたいな。まあ、これ、まあ、脅迫と、うん、あとはまあちょっとネット上とかにいろいろあることないことをたくさん、うん、まあ、書かれたりとか、あと、まあ、あの従業員 の、 あのプライバシーの情報を流出させたりとかしてるんで、うん、まあ、ちょっとそこら辺はあの、まあ、犯罪行為に当たるということで、うん、あの今警察署と相談させていただいて、とりあえず、まあ、ちょっとその、ね、外線かけとかいうのがあったんで、はい、一応あのお店の方は今出禁にしてます、はい、大津さんと、大津さんのお父さんと黒川さんと、うん、あと黒川さんの部下の杉田さん、うん、とあと翼の関係者は一応全員出禁です。はいはいはい、まあ、ちょっとお客さんに迷惑かかるんで、うんうんうん、はい、まあ、っていう状態ですね、うん、で、まあ、一応今あの、まあまあ、大津さん、黒川さん、まあまあ、っていうか、まあ、その辺連名で刑事告訴を今、うん、あのやってるところなんで、うん、はい、っていう状態です。その、まあ、最近のね、はい、YouTube のユースさん、あの、ユースさんを見てると、だんだん大津さんのことを語るようになってきたじゃないですか。はいはい、それはもう自分で分かってるし、自分が語られて出るなっていうのは、意識しだし、うん、え、っていうか、ん、それはやっぱり言いたくてしょうがなくなって言ってます今。いやいや別にそういうわけじゃないんですけど、あのまあなんていうか、うーん、まあ一応その関係性的にも、うん、一応その僕はガーシーさんとの関係とかもあるんで、はいはいはい、だから僕そこのガーシーさんとの関係は良好なので、はいはいはい、まあ、戻ってきて、うん、でそれで出てきて、まあ、またその選挙出るっていう話だったら、はい、やっぱりそれは僕は応援したいと思うので、はいはい、そう、うん、まあってなってくる先のことを見ると、はい、やっぱり、うん、もうちょっとそのそこの問題について、うん、
なんかはぐらかしてるあの、うん、彩香さん、大津さん、うんうん、ちょっとまあ、なんていうか、うん、一応それでね、あの国政政党になってるわけなので、うん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 、ちょっとそこはやっぱり応援できないかなっていうところですかね。ジョージさん、なんか聞いて興味惹かれるところだとございましたでしょうか。まあ、なんか、最新の役職員の中には私の前からの知り合いの人がいて、よく会う人が話を聞いてるんですけど、あのその若い人たちの目まぐるしい人間関係の変化に自分はついていけないという50歳代前後の人で、宮川さんですよね。まあそうですね、そういうことをおっしゃってましたね。だからそういう感じなんで、今、まあ、あの様子を見てるというか、長期的、大局的視点ではどんなこう展開になっていくのかなっていうところをあの今 見させてもらってるとかありますね。ただご本人たちもあんまりこうよく分からず、その日その日を駆け抜けているような気もします。だから広瀬さんはどっちかというとちゃんと政治の方行きたいからもう抜けたわけですよ、言ってみれば。まあ、かかってても何も進まないので、時間がもったいないなっていうのと、まあ、それで、いろいろやってもなんかその、なんか、なんていうか、まあ、1ヶ月、2ヶ月ぐらいですかね、いろいろ手伝ったりしたんですけど、まあ、いろいろ問題解決しようと、いろいろやったのに、もうなんかもう、やれ、殺害予告だ、脅迫だとか、めちゃくちゃなこと言われるんで、まあ、やってらんねえよっていう感じですね。ちなみに宮川さんとはどういうつながりなんですか。まあ、トークベントとかによく来られて、この前もそれで、あのその党のこと聞いてみたんですけど、はい、まあ、基本的にそのさっき言ったような感じで、展開が早くて、宮川さんとは NHK、もともと NHK 党から立候補されて、今、あの大津さん側の、幹部に最近、この間、幹部になった方、はい、はい、あ、お知り合いで、でもその幹部に、大津さん幹部に任命した方がついていけないって言ってるんですね、その若い動きにはって。いや、まあ現実、実務的にはついていってるんでしょう、まあ、あの自分の年代の自分のやってきたものとはちょっとスピード感が違うってことはあると思うんですね。あと、まあ、皆さんがそういう人は非常に個性的だから、あのなかなかこう、まあ、そういうことですね。でも、ジョージさん、結構な情報が入ってますよね、それね。まあ、そうですね。最初はその NHK 党の、まあ、どちらかというと周辺的立場で関わっていただけの方なんですけど、はいはい、今回の件で、はい、なんかその大津さん側について、はい、それからなんか今回の件でこんな風になっちゃったみたいな感じですから、はい、気づいてみたらその方がそういうことになっているっていうだけの話で、はい、結果として、まあ、ちょっと話聞いたというか、それ、ごめんなさい、何で出られて話したあのトークイベントとかに取って来られるんで、てかあのそもそもが NHK 党の方としては、はい、その立花党首、はい、元党首ですか、はい、いや現党首かわかんない、はい、あのその方と2年ぐらい前に、はい、トークイベントをお話したんですよ。あ、そうですよ、やってますよね。でそこもあったかもしれません、あの党首がそうだったことで、そのところにも来られたかもしれません、まあそんなことですかね。中川さんとそのことで、まあ、ちょっと詳しい、僕はあのむしろあの黒川さんのことでね、はい、聞きたいなって、広瀬さんの方でね。でもむしろと言っても、黒川さんを広瀬君は訴えてるんで、そうですね、はい、だからそのものでね、はい、あの僕はあの安倍さん結構好きで、安倍さんのグループ作ってですね、はい、安倍元総理も僕のあのフェイスブックグループなんですけど、はい、あのわざわざ入ってくれて、それで、あのいろいろとね、あの応援してたんですけど、今なんか安倍さんって言った時にさ、もうなんか一昔前の人で、どの安倍さんって思っちゃうんだよね。安倍元総理、安倍元総理、だから安倍元総理、そう、あのずっとこう僕は追っかけてたんですけど、あの黒川さんもしつこく追っかけてたじゃないですか。はい、はい、で、なんか非常にこうなんか悪く言ってね、だからなんだこの人と思ってたんですよ。僕はほら安倍側として、あのね、安倍さん側として。そしたら、あの、N 国党にこう入ってましたよね。それだから、うわこれ、あの、立花さんもね、ちょっと応援したいなと思ってた NHK をぶっ壊すってやってたから、ちょっと応援したいなと思ったのに、黒川さん来て、で、うわこれは嫌だなと思ってたんですけど、そしたら、まあ、広瀬さんとこう、仲良くして、見て、これこう来たかと僕は思ってたんですね。で、あの安倍さんが銃撃されて、あの時の結構あの
煽ってた一人なんですよ、黒川さんって。あれから全て始まってます。まあ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 、まさに黒川のこれからのトークも本番ですね。統一教会の問題で、宗教問題で、ひろし君もあって、うん、その後のお父さんのね、旧姓もあったところで一周回る、うん、僕ずっと見てて、あの黒、うん、安倍さんにやられた時にあのすぐ黒川さんのことを頭によぎったんですよね。うん、もうこの人めっちゃ煽ってたから、うん、あれって結構影響あったんじゃないかと僕はそう思ったなんですよ。なるほど、いや、ね、あの影響を与えてしまったんじゃないかと。めちゃくちゃ思ってましたからね。でも僕としてはもうちょっとね、なんだこの人とか思ってたその人なんですよね。だからちょっとねこう離れてくれたから僕としては良かった。ああ、なるほど。はい、黒川、僕ちょっと当時その時は黒川さんのことあんまり見てなかったんですけど、去年のまあその今頃ですか、黒川さんどんな感じで煽ってたっていうのはどんな感じで言ってたんですか。まああの統一教会安倍みたいな感じですね。あ、なるほど。変な歌歌っておじさんの誰から CIA とか、動画も作ってましたよね。どういう因縁なんでしょうかね、わかんないですけど、安倍さんを一生懸命追っかけてなんかあの文句言ってる、そういうこの人しつこいなっていうのが、でも統一教会という関係で叩き始めたのは銃撃の後報道されて、前でした、前です。あ、前から、前です、その前ですね。だから、物に煽ってたのがあの人なので、まあ、エイトさんもそうなんですけど、あのでもやっぱり黒川さんの方が表に出てたなっていうのは僕の、あの安倍さん側の印象ですよね。だから、なんかいいイメージがなかったっていう